FM 九州、株式会社 FM 九州は、かつて、福岡県北九州市小倉北区に本社を置き、福岡県を放送対象地域とする超短波放送、FM ラジオ放送事業を行っていた、一般放送事業者、民間特定地上機関放送事業者である。愛称は、クロス FM、クロス FM、西日本新聞社の関連企業であったが、 開局当初は、朝日新聞社や九州朝日放送、KBC が支援していた。2007年まで、天神きらめき通りスタジオと別場所にある、福岡市社が入っていたビルは、KBC が福岡市に移転した頃に、長浜に移るまで使っていたビルで、現在でも朝日新聞と関係がある、沖縄タイムスや、系列放送局の福岡市社が入っている。開局当初、 KBC ラジオと朝の時間帯に10分ほど二元制放送をしていた時があった。後述の経営破綻により、この会社によるラジオ放送は2008年6月30日24時をもって終了し、現在は生産手続きに入った。放送事業は受け皿会社として新たに設立された株式会社クロスフムに引き継がれた。以後の記述は、 放送終了時点におけるものである。FM 福岡に次ぐ福岡県内で2番目となる、県域の民間 FM 教区。福岡県内の県域放送局としては唯一、北九州市に本社を置いている。主張性質は、福岡市向けと北九州市向けで、別の CM が流せるように考慮されているが、そのような CM の流し方はしていない。クロス FM は相性だが、 ナビゲーターリスナーともにそう呼んでいることから広く定着されており、新聞のラジオ番組欄や高速道路の FM 周波数標識などにもクロス FM として載っている。ただ、同じネットワークに加盟する JWAV e や FM80 に ZIPFM のように社名変更はしなかった。2005年11月までのタイムテーブルに掲載されていたキャッチコピーは九州。 S ナンバー1ミュージックステーション。過去には、パシフィックパワーステーションというキャッチコピーも使用された。西日本新聞社の関連企業であるため、北九州本社のほか、福岡の繁華街、天神にもサテライトスタジオ、天神きらめき通りスタジオを置いている。開局時は、博多駅の中に、JR 博多駅ギガスタジオを設置していたが2003年春に、閉鎖し、2004年春から、 同スタジオを開設した。また、北九州の本社スタジオも市内の、朝香通りに面している子から作りとしては、サテライトスタジオのようになっている。1995年にオタコプー、現オタコプーが、ハイパーサンデーのナビゲーターを担当して以降、JFL 系列局では珍しく福岡、吉本芸人枠が存在し、鶴屋花丸、現博多花丸が平日午後の帯番。 シェイクヒップグラビンを担当したほか、オタコの公認として、パタパタママ、ゲン、カンサバオットアジダイラが2005年3月まで、ハイパーサンデースーパーテレフォンリクエスト、クロススーパーサンデーを担当していた。その後芸人枠はなくなっていたが、2007年8月より、渡辺エンターテインメント九州支部所属の、ブルーリバーが、クロススーパーサンデーに出演するようになり、事務所こそ変わったものの久々に、 芸人枠が復活することとなった。選曲は洋楽が優勢ではあるが、先発の FM 福岡が邦楽中心の選曲をしているため、FM802 や ZIPFM に見られる一部楽曲の規制はほとんど行われておらず、時間帯にもよるが、J-POP クラシックス、1980年代以降がメインやアイドル楽曲、アニメソング、また演歌、 放送内で話題になった時に説明の意味で流す程度ではあるがなどもオンエアされかなりバラエティに富んだ選曲が行われている。開局当初から経営は苦しく決算が黒字となっても続いたことがない状態であった。資本金は当初10億円あったがその後赤字削減のため経費削減を補う形で大幅に取り崩し1億円となった。経費削減のため 一時西日本新聞社が発行するフリーマガジン BNT のうち5ページをタイムテーブルとしている時期があった。2005年11月からこの形式を採用していたが BNT 自体が習慣となったため2008年4月から独自タイムテーブルの発行を再開した。この他にも公式メールマガジンクロスプレスやポッドキャスティング2006年4月からインターネットラジオは 以前にも公開したことがあるなどを実施している。2008年5月7日、株式会社 FM 九州は臨時株主総会を開き、自力での経営再建を断念し、東京の投資会社ネクストキャピタルパートナーズが新たに設立した株式会社クロスフムに放送事業を譲渡した上で、会社を生産、新旧分離することを決議し、発表した。 広告収入の減少により2008年3月期決算では赤字が見込まれており、その結果6億円の債務超過に陥ることが明らかとなった。新会社は他社からの増資を受けた上で、同年6月23日に総務省九州総合通信局から放送免許承継の許可を得た。同年7月1日例時をもって放送設備、人員を旧会社から引き継ぎ、 クロス FM の愛称を継続して放送業務を開始した。新社によって放送免許、放送設備などを旧社から引き継いだ日本の放送局。過去には1973年10月31日に日本科学技術振興財団が運営していたテレビ事業、愛称東京12チャンネル科学テレビを同事業の番組制作、制作ではないプロダクションである。 株式会社系12チャンネルプロダクション、日本経済新聞社が出資が引き継ぎ、同年11月1日から同社が継承し、同時に社名を株式会社東京12チャンネル、現在のテレビ東京に変更したレーガルが、前の法人の経営難により新旧分離によって、設立された新法人による民間放送局の放送免許などの引き継ぎは、クロス FM が全国で、 初の事例となる。また、日本の放送局の倒産は1994年、糸満事件に絡んで、本社社屋、放送機材が担保に入れられたことで、会社構成法の適用を受けた近畿放送、現、京都放送、KBS 京都以来14年ぶりのことでや、FM 九州の経営破綻から2年後の2010年4月、兵庫県のキス FM 神戸も、 経営陣の粉飾決算問題が発覚して経営破綻した。FM 九州が経営破綻した2年3ヶ月後の2010年9月30日、愛知国際放送、ラジオ愛が広告収入源の減少などで経営破綻に追い込まれ、日本の放送法に基づく放送局としては初めて引き継ぎ企業が現れることなく閉局に追い込まれた。 有線の衛星放送サウンドプラネット CG-35CH を開始に日本全国で聴取可能。ただし、CM の間は全て BGM に差し替えられている。また、日曜18時からのドライバー、S ミーティングに関しては、同システムで放送されている FM 横浜との兼ね合いからか別番組に差し替えられている。熊本県阿蘇郡小国町のコミュニティ FM 局。 FM、オグニ、グリーンポケットで一部番組の再送信が行われている。2003年3月31日時点。タイムテーブルに記載されているタイムシグナルの時間は15秒前から音楽に乗せて、周波数、コールサイン、スポンサーのいずれかと、スポンサーが入る場合は、まずスポンサーの CM があって、地方の音楽になり、主に松井真一の声で入る、アフターザトーン。 イットイズオクロックのアナウンスが入り、時報音で生子を知らせる。平日と土日では、バックの音楽が異なる。開局からしばらくは全日において、同じ音楽であったが、それは平日のみとなり、土日用に別の新しい音楽が導入された。タイムテーブルに記載されているタイムシグナルの時間以外で、番組の区切れとなる生子には、時報音のみ流れる。ただし、 9時間などの特別番組、ホリデースペシャルや球団地マイナス100等が入り、なおかつそれが完全提供番組の途中で他社のスポット CM が全く入らない場合、その時間帯に該当する、時報音及び時報クレジットは入らない。なお、1997年4月から2002年3月31日の間は、平日の午前7時の時報の後は午後8時。 あるいは午後9時までスポンサーがある場合を除き時報は一切放送されず番組と番組の間にはヘビーローテーション曲後日が放送された同時期の週末で番組の区切れとなる正時にはまず編集されたヘビーローテーション曲が流されてから時報が放送されていた1998年4月から2002年3月31日の期間は 北野淳一がアナウンスを担当、一つをクロック、のみアナウンスして時報が入る形式だった。スポンサーが入る場合も提供クレジットを北野淳一が読み上げていた。2000年1月から2001年10月の間、北九州博覧祭2001が、スポンサーとなった平日12時の時報は、スポンサー CM と時報の音楽を合わせた約35秒間が、北九州市役所庁舎内でも流された。 それぞれ、イッツクロス FM、ドライブウェザー、クロス FM、ヘッドラインニュース、クロス FM、スポーツラインのジングルの後、北九州スタジオからアナウンサーが、交通情報と天気予報、ニュース、スポーツの結果を伝える。放送時刻は、タイムテーブルやホームページの番組表に掲載されている。特にドライブウェザーは多い時で1時間に3回、流れることもある。 以前は、ナビゲーターとアナウンサーの絡み、クロストークがある番組が多かったが、その後はほとんどなくなった。ドライブウェザーは2004年3月24日の放送まで、ウェザーインフォメーションとトラフィックインフォメーションという形で別々に放送されていて、ウェザーは北九州スタジオからトラフィックは日本道路交通情報センター、福岡センターかの中継で放送されていた。 2004年3月25日から4月4日の間は、ウェザー、トラフィックどもに北九州スタジオからキャスターが読み上げる形となり、同年4月5日より、ドライブウェザーへ移行した。スポンサーコールは2003年3月30日の放送までは、英語で別録されたものが使われていたが、1998年4月から2002年3月の期間は全クレジットを、 北野淳一が読み上げていた2003年3月31日から2004年4月4日まではその時間の番組を担当しているナビゲーターが日本語で生で入れるかあらかじめ録音したものを使用した2004年4月5日の放送よりキャスターが日本語で生で入れている上記の時報同様特別番組かつ完全提供の場合でその時間内に入る場合は その該当時間帯のヘッドラインニュース、ドライブウェザー、スポーツラインにもスポンサーはつかない。さらに、各お々のおの時間が前後もしくはカットされる場合がある。ヘッドラインニュースのジングルは1998年4月以降、スポーツラインは開局以降差し替えられていない。いわゆるヘビーローテーション。毎月推薦曲を洋楽、邦楽一曲ずつ選曲し、日中の 各ワイド番組やタイムテーブルで紹介している。放送される直前にヘビーローテーションのジングルが流されるのが通例となっているが番組によってはこのジングルを流さない番組もある。JFL 加盟曲でヘビーローテーションという言葉を使用しているのは FM802 と同曲だけである。1998年3月まではジングルがコーラスのものになっていたが その後、ヘビーローテーションという声だけのジングルになっており、変わっていない。毎月1日に推薦曲が差し替えられているが、2003年3月、第99回までのヘビーローテーション曲は、毎月の半ばに差し替えられていた。これは2002年12月まで、ヘビーローテーション曲とは別に、各番組ごとに、毎月推薦曲を放送する、マンスリーヒッツ ON が存在していたためで、 こちらは洋楽、邦楽を問わず書く番組ごとに一曲ずつ選曲されたが番組によって同じ選曲であることが多かった。また第99回のヘビーローテーション曲が放送終了した2002年3月23日から3月31日の間はその大体とて2002年春社会へ旅立つあなたを応援しますというキャッチコピーの元プラムプラネッツの フリーライドを放送した。前日の通り、2002年3月31日までは、日中、7時24時の各ワイド番組の終了後にも、ジングルを含め2分間に編集されたものが放送された。この2分間は洋楽か邦楽どちらか1曲のみで、ほぼ交互に放送された。1アーティストが、クロス FM の生番組すべてに、ゲスト出演する企画。 1>, 1日中出演アーティストの曲を集中的にオンエアする。基本的に平日に実施される。5時を起点に24時間放送で、金曜深夜25時 -29-00、月曜未明1時 -5-00 のメンテナンスタイムには洋楽を流している。開局時は月曜未明にも番組を放送していたので、木曜深夜25時 -29-00、29 00 金曜未明1時マイナス後、例0がメンテナンスタイムであった。以下は、FM 九州、旧法人による最後の放送である2008年6月の編成。クロス FM 新法人でも、引き継ぎから3ヶ月間、9月30日までは、聴取者及びスタッフ保護の観点から、基本的にこの編成を引き続き放送、例外、2008年7月3日。 つよし山中ミッドナイト、東京ネット開始。番組タイトル前にのつく番組は、天神きらめきドリスタジオからの放送。だたす、開局時から DJ をナビゲーター。これは、JFL 系列局の ZIPFM も同じと呼んでいる。その他、1998年末まで、西日本新聞社と TNC テレビ西日本が提供する45分間コーナーが、 主に博多駅ギガスタジオから放送された平日の番組の中で放送されていた。放送局が放送局のスポンサードを行うことはあまりなく異例なことであった。また上記にかかわらず2000年3月までは45分間のスポンサード番組が多数あった。休日や年末年始の特別番組として JFL の共同制作番組を放送する一方、1999年、初頭まで、NAC5、Alpha Station、FM ノースウェーブとの4曲共同制作ネット、番組も放送していた。開局から2003年3月まで、局のラジオカー、クロスカーが、平日の10時台、12時台、14時台の3回、福岡県内からリポートを入れる。 クロスカーレポートが放送されていたが、同年春の改編で良された。その後は、クロスカーは、年数回、公開生放送時に出動することがある程度で、ほとんど常時本社スタジオの車庫に駐車されている。また、県内のリポートは他番組のナビゲーターが、リポーターを務めている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。